Good first half. Honestly, good three quarters. And then just a bad fourth quarter. No really sugarcoating that. But yeah, I mean, at this point in the season, we just got to move on and take the positives and keep going forward.まあ最初の3クォーターはいいバスケットボールができていたと思いますが、まあ、第4クォーターの内容が良くなくて、まあ、負けてしまいましたけれども、まあ、もうシーズンこの終盤のタイミングなので、まあ良かったところをしっかりこう収穫として捉えて、次に、切り替えていくということが一番重要なんじゃないかなと思います。まあ、試合には流れがありますけれども、4クォーターで、まあ、その悪い流れに陥ってしまったというのはどういうところに要因があるというふうに思いますでしょうか。I mean, I think there's a multitude of reasons. You know, they made shots and we really didn't make shots in that fourth quarter. I think, you know, their pressure sped us up a little bit.Some untimely turnovers. I don't think there's one specific thing that I would say cost us in the end. But, you know, again, those are just things that you look at and you improve upon and you just get better. So, it's small things. We lost by 3 and we were up by 14. So, honestly, we can move, improve going into this next game.まあ何かこう一つ大きな理由があったというわけではないと思いますが、まあ、いろんなこう細かい、小さな要因がたくさんこう重なった中で、まあ千葉さんがこう決めるべきタイミングでシュートを決めて自分たちが決めきることができなかったと、まあ千葉さんのこうディフェンスのプレッシャーを受けて、まあ、自分たちが、まあ、ミスをしてしまったという部分もあるかもしれませんが14点リードをしている中で、まあ、最終的に3点差で負けてしまったという結果なのでもちろん、今日の試合の中で良かった部分もたくさんあったと思うので、まあ、そういったところをこう今度は、まあ、こう試合通して40分間やりきれるようにやって、次の試合でできるようにしていければいいかなと思います。良かった部分なんですけど、まあ、今日もあと一歩で敗れてしまいましたけど、まあ、この 5,6 試合ずっと相手をロースコアに抑えていると思うんですけれども、そのあたりスポット選手から見て何かディフェンスが良くなったきっかけっていうのがあるのかそれとも継続的にやってきた成果が今出ているのかどういうふうに感じてますか。I think anybody that knows Breck's basketball knows that defense is the foundation. I think as we get closer to the championships, we've definitely locked in on that end of the ball. I think, you know, in terms of just going forward, like we just, you know, we got to make sure that we apply it same way to good teams because from here on out, it's championship level teams. So, but yeah, I think that we have good momentum right now, even with this game. AndWe're gonna, you know, keep capitalizing on that. まあまあ、皆さんも分かっていらっしゃると思いますが、まあ、ブレックスのバスケットボールの中でそのディフェンスというのはこう自分たちのこう基盤となる一番こう重要な部分であるので、まあ、そこをこうまあ、シーズン終盤が近づいている中で、まあ、より、精度を高めて、やれてこれているというのがこの今のこういい流れにつながっていると思いますし、まあ、今日の敗戦、を含めてもはいい、流れを作ってこれてい いると思うので、ここから先は本当に、もうチャンピオンシップのレベルのチームばかりとの対戦になるので、まあ、しっかりこうここの、自分たちのバスケットボールだったりディフェンスというところをしっかりこう出し切っていけるように、していきたいなと思います。こういい試合をしていただけにI mean, obviously we want to win at home, especially, you know, in these games with championship implications. So we played 3 great quarters. And, you know, moving forward, we just got to, you know, learn from the 4th. Because, like I said, going forward, every game has championship implications for us. And we want to have momentum going into the championships.
まあ、ホームで、勝てなかったというのはもちろんやっぱり悔しい思いがありますけれども、まあ3クォーターはすごくいいバスケットボールができていたので、その第4クォーターで、こう動かしてしまったミスというところをこうしっかり、見つめ直して、まあ、今日の試合もそうですし、ここから先もう本当にもうチャンピオンシップの、まあ、予行演習というか、まあ、それのに、予測、いいこう練習というか、チャンピオンシップに向けて、いいテストになるので、しっかりこの残り3試合、をこうしっかり使って、しっかりこうチャンピオンシップに向けていい準備をしていきたいなと思います。じゃあスコット選手は以上とさせていただきます。ありがとうございました。